全員上手から入ってくる可能性が非常に高い。呼ばれたらすぐですよ、はい、で、大体2列ずつで遠い順から、皆さん、はじめまして、はい、やりました。あと最後テンションが低い出だしの、皆さんはじめまして、 NMB48 八木研究生です。入りの声めっちゃちっちゃいのな。元気さが圧倒的に足りない。それはさっき言ってる挨拶の声うんうんに近い。全部そうだって喋ってるのは基本さえ一人やけど、見てる人がさえを見てるとは限らへんから、立ち姿とか目元と表情な、あの暗い立つほんまに印象悪なんと思う。何か僕の目の点は、自己紹介の前のハイはマイクを当てますか。当てる、はい、夢は逃げない。感情を意味させて、こっちに。で、少なくとも俺に言ったら、この歌詞一番リンクしてるのは自分やと思うから、でそれが強みやと思うから、俺に言うから。じゃあ、誰よりも歌い方にこだわるべきなの。そこもそうなわけや。地元離れてきたわけや。ってことは、今までのさ、ロックにしろ、ロックにしろ、大阪出身のやつとは、ほんの少し感じ方が違うはずやん、この曲に対してさ。それを見せて欲しいんだって。お前ならではのものが欲しいんだって。早くならではのものが欲しいんだって。歌詞、振り付け、お前はよく見せるために使いこなせる、もっと。自分も当てはめろ、はいはい。自分とこの周りにあるものをさ、こすり合わせてさ、合体させろって。モノマネはいらんの。はいはい。ステージに上がる前にもろもろの段取りに来る確認してステージに会ったことないスタッフ山ほどおるはず。舞台監督やってるの音響さんだけでも多分 2,3 人おるやろし、あの人らは本来今日休みだって公演何も
なのに、8期をリハーサルさせてほしいと俺たちからお願いして来てもらってるんだ。いきなり明日のステージ、はい、どうぞって言われたって、テンパるだけでしょ。なんかいいもの見せれず、じまいにすんのかわいそうだから、リハの力を飛ばしてほしいとお願いして来てもらってるんだ。だから、せめて、まず挨拶と返事、しっかり声張れ。はい。出すんじゃなくて、声張れ。はい。やってるつもりのせいで、自分たちの商品価値を自分たちで下げるようなことは絶対にするな。はい。その上でベストを出してくれ、ステージ上で。今ここできっちりやったものをそのまま上に乗っけりゃいいんやけど、リハでできひんことが明日もできひんって。むしろなんか間違ったり失敗したりするんだ、今のうち今日中にやってる。それを修正かければいいだけやからさ。はい、いけたー。この距離で俺に届かへんかったらもう全員届かへん。前も違うねん、もうじゃ仲やん。パフォーマンスそのもので言うと全然弱い。この距離で俺にパワーが届かへんのに、どうやって客席の一丁奥まで届けんのって話よ。多分今の感じで舞台立ってやったら確実に監督さんにつまらんって言われる。もうつまらんって言われるのが一番アウト。下手とか言われる方がまだまし。つまらんってつまり見る意味がないってことよ。見る価値がないってことよ。もうそれ言われる今の感じだったら、八期として何を見せたいのか届いてこねえって言われる。絶対言われる。そのつもりでおって、はい、それを言われへんようにして。はい、さあ行こうか。いろいろとやばいっていう、そこに私の写真が載るって考えたらちょっと考えられない嫌な感覚です。失礼します。失礼します。失礼します。どのマイクを持っていっていいかっていうのが全部マイク表に書かれているので、必ず自分の名前のところに書いてあるマイクの番号を見て、それのマイクを必ず番号確認してから持っていくようにしてください。はい、はい、そのマイク持っていっちゃうと、その持っていかれた人のマイクがなくなるので、これはみんながステージに立つために必要なものです。だから必ず丁寧に扱ってください。はい、はい、なんか YouTube で紹介してる方の見たことがあって、うわほんまにあるんやってなりました。なんかすごってここに入れてる先輩方と同じところを使うって考えるとすごいなって夢みたいです。やばい。あー怖い。迷路みたい。テレビで見たとこや。YouTube とかで見てた劇場の裏に入れて嬉しいです。公演を見る側でこう見たことあったんですけど、そのステージからの方は見たことなかったので、すごいなって思います。いろいろ覚えないといけないことが多いので頼んだ。マイクとか思ってたより大きくて、なんかほんまに覚えなあかんことがほんまに多くて、だから頑張って覚えようって思います。こけそう、こけそうです。足くじきそう。やばい、ここの分をさ計算しにかったらさ、リハ始まる前ここ入るときに、
元気よくね、元気よく失礼しますって入って、おはようございます、よろしくお願いしますっていうのをスタッフさん全員に、8期研究生です、リハーサルよろしくお願いしますって言ったら、みんながよろしくお願いしますって前見て、スタッフさんに挨拶終わったら後ろ向いて、ステージに向かってよろしくお願いします、失礼します、よろしくお願いします、おはようございます、失礼します、おはようございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本番の流れで一回やってみていいでしょうか。2007年新春爆発会